南極半島地図、パーマーランドは南極にある地域の名称。南極半島の南半部を指す。南極半島を南北に2分した南部を指す。その北限は、ケープジェレミーとケープワガシーを結ぶ線で、北にグレアムランドと接する。アメリカ地質調査所の地名情報システムによれば、南極半島の南限は、東海岸側のケープアダムズと、 西海岸側のエクランドアイランズ対岸とを結んだ線である。南にエルスワースランドと接する。イギリス、アルゼンチン、チリが領有権を主張する地域に含まれる。この地域の名はアメリカ合衆国のアザラシ漁師ナタニエル・パーマーにちなむ。パーマーは1820年11月、ヒーロー号ヒーローによって南極半島とサウスシェトランド諸島のデセプション島を探検した。 南極大陸最大の半島を指す名称として、長らくイギリスは、グレアムランド、アメリカ合衆国は、パーマー半島を用いていたが、1964年に、米国の南極地名諮問委員会と英国の UK アンタークティックプレイス、ネームズコミッティの間で合意が形成された。これにより、半島全体の名称として、南極半島が提唱され、北部をグレアムランド、南部を パーマーランドと呼ぶことになった。ありがとうございます。